はい、皆さんこんにちは、ケントです。今日もよろしくお願いします。で、今ですね、シンガポールのチャンギ空港に来てまして、朝の4時34分なんですけれども、これからですね、マレーシアに行くんですけれども、今日の動画ですね、もしかしたら僕もそうですけど、すごい海外のサプリメントに関して興味がある方ってたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思っていて、ちょっと音すごいうるさくてごめんなさいね。空港の中なので申し訳ないです。今日だけ勘弁してください。で、僕も海外行くたびにいろんなサプリ、日本じゃ買えないものだとか、海外のサプリメントショップってかなり大きいので、 GNC とかかなり有名なところですけど、そういったところに行って、日本じゃ買えないようなサプリをゲットしていく来るっていうのも一つ旅行の楽しみではあるんですよね。で、そんな中で皆さんがじゃあ普段 iHerb とか、あとはマイプロテインの EC サイトとかからサプリ買われてると思うんですけれども、実際じゃあ海外で買うのか日本で買うのか、どっちが安いのみたいなところをね、今日はお話ししていこうかなというふうに思います。よろしくお願いします。で、今僕は実際東南アジアに来ていて、シンガポール、マレーシアって今回来ているわけなんですけれども、以前にもタイだったりセブ島、フィリピンですね、フィリピン、マニラってセブ島だったり行ったことがありまして、全てのところ、自分が行ったエリアではいわゆるサプリメントショップ的なところには足を運びました。で、その結果ですね、東南アジアでサプリを買うこと自体はとてもコスパが悪いです。はい、シンガポールもマレーシアも、すごい高いです。GNC ってアメリカのサプリメントショップもいろんなモールとかに入ってるんですけれども、これはあくまで僕の推測なんですけれども、東南アジアってサプリメントに対する関税がすごい高いんじゃないかなというふうに思ってます。日本だと大体確か 12% ぐらいだと思うんですよね。で、どれぐらい高いかっていうと、僕が最近よく使ってるアルファアミノって EAA があるんですけど、あれ日本で iHerb とかで買うと1個2700円とか3000円しないぐらいで買えると思うんですよね。で、それをこっちシンガポールとかマレーシアで買おうとすると、シンガポールドルだとだいたい55ドルぐらいなので、4500円とかそれくらいしちゃうわけなんですよね。倍まではいかないまでもかなり高いんですよ。他のサプリメントでも日本より安く買えるものっていうのは、特別なセールがやってない限りほとんどないんですね。なので、もしかして皆さん海外でサプリメントを安く買えるからと思って東南アジアに行かれるようなことが、あんまりね、いらっしゃらないかもしれないですけれども、意外とですね、日本で買った方がコスパいいよっていうところは一つあるのかなと思ってますね。シンガポールとかマレーシアでも iHerb 使えるので、そっちで買った方がまだ安いです。サプリメントショップのメンバーシップに入っていても普通に買うよりは全然高いので、ただね、やっぱり日本ではあまり買えないようなものとかも売っていて、例えばセルコアの NO3 とかは日本の iHerb では買えない、 Amazon では買えたと思うんですけど、そういったものを売ってたりね、普段使わないもの、見ないものを、見れないものを触ったり、こう、なんだろう、探っていくっていうところの面白みはあるんですけれども、コスパだけで考えるとかなり高いですね。じゃあ一方ヨーロッパとかアメリカどうなのっていうとですね、アメリカは場合によって安い、為替のレートとかもあるんで、それ何とも言えないんですけれども、アメリカで作られたサプリに関してはアメリカで買うことっていうのは結構僕ありだと思っていて、特にプロテインバーとか個包装のものでパックになってるものとかで、スーパーでかなり大型の割引をされていたりとか、あとはアメリカだと、GNC ってさっきも名前出しましたけれども、もうかなりね、大きい小規模スーパーぐらいで全部中身がサプリメント販売みたいなお店がありまして、そういうところだとクリアランスセールって言って、消費期限が半年先とか、でそういったものがね、半額とか7割引きで売られているのって結構目にするので、そういうところで買う分には全く問題ないというか、むしろね、お得感はあるのかなとは思います。ただね、一点気をつけなきゃいけないところがあって、それが個人利用なのか、それとも人にあげるのか、商用利用で輸入、日本に持って帰るのかっていうところはかなり重要で、自分で使う分に関しては決められた免税範囲の中で買っていけばですね、問題ないんですけれども、これ人にこう渡したりとか、あとはそれを使って商売をするってなると、かなり面倒くさいです。以前自分もシンガポールじゃない、マレーシアでいろいろサプリメント買って、こう視聴者さんにお配りするって企画をやったんですけれども、あれっていうのはですね、それ自体を誰かに売るっていう商用利用ではないんですけれども、自分の個人利用目的として買っているのではなくて、人にあげる目的で買っているので、その点ちょっと税関の、ね、職員さんにお聞きしたところ、ちょっと定かではないんですけど、16,666円かな、これを超える分に関しては関税率が 12% かかって、それをお支払いしたような記憶がありますね。結構前でしたけどね。なので、それをこう日本に持ってって人に売るってなると、かなり複雑な書類の提出が必要だったりとか、ちょっとね、めんどくさいところもありますので、個人利用でちょこっと買っていくぐらいだったら、全然アメリカとかで買うのはありかなとは思いますね。本当に商用利用ってなると、その裏に記載されている
薬品というかサプリメントの栄養素が日本で許可されているものなのかっていうのを一つ一つチェックして、それを記載していかなきゃいけないので、もうかなりね、面倒くさいわけなんですよね。はい、なので皆さんの中でも日本に誰かの代わりに買っていって、それを友達に渡すとか、そういった目的でサプリメント海外で買ったりとか、トレーニングギア海外で買ったりとかっていう方いらっしゃると思いますけれども、ぜひですね、その点1点気をつけていただいて、後から関税かかってお金払わなくていいように、事前にそういうところを詳細調べておく必要はあるのかなとは思いますね。なので今日の内容を総括すると、サプリメントは東南アジアで買うことは本当にお勧めしないです。ただ日本では売っていないようなプロテインバー、これは本当にヨーロッパとかアメリカから輸入されているので、もう本当にそれだけが欲しいんだったらヨーロッパとかアメリカに行くのが一番早いんですけれども、そういうのを目にするっていう楽しさはありますが、やっぱりアイハーブが一番安いからっていうところは正直僕の中ではありますね。アマゾンと比べても、為替の変動によって変わりますけれども、ほとんどのものが、たまにエクステンドアマゾンの方が安いとかありますけれども、ほとんどのものがアイハーブ安いので、やっぱり今のところアイハーブで買うっていうのは選択肢としては、はい、僕の中で一番なのかなというところです。ただですね、あと数日、4日ぐらいかな、滞在しようと思うので、今後も動画チェックしていただけたらと思います。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。こういう動画が面白かったらいいねと思ったら、チャンネル登録と SNS のシェアよろしくお願いいたします。 Instagram、 ノート、オンラインサロン、オフィシャルウェブのソーシャルメディアもやっておりますので、エンドロール概要欄からぜひチェックお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。